マリファナ逃がす。残念ながらポケセンに入れないから逃がすこともできない。死体が腐る前にクリアする以外の方法はない。とりあえず傷薬は常に10個イップ。トゲピーの個体値が出ました。まあ、個体値なんてもう選べねえからしょうがないんだけど。HP0 から9、攻撃3から18、防御0から9、特攻0から18、特防0から9、素早さ0から18、人間のクズです。みんなは何も見なかった。いいね。ゴミです。参拝。押し付けられました。日和田博士に。自分で世話したくないからっていたぞ。俺の昔の職場のババアにも。犬好きなのあんた。うちの犬もらうって言って、ラブラドール、10歳のラブラドールレトリバーを他人にあげてるババアがいた。ちなみに、ゴールデンレトリバーとかラブラドールレトリバーのような大型犬の平均寿命は10歳です。お前のチョゲ育てなくていいのか。チョゲ、あ、あのクズね。あの人間のクズね。もうピーピーがないよね、どうしよう。死んだポケモンを育て屋さんに預けるの禁止なの。なんか、じゃあお前の お父さんとお母さんとおじいちゃんおばあちゃんが死んでさ、そのままさ、預けてみて。それができるんだったらあり。現実世界とリンクしてます。この世界は。ちょっと、うちのお父さんとお母さん死んじゃったんですけど、預けさせてもらっていいですか。できるのならばあり。お前は孤児のチョケがお前ん家に迷い込んできたら育児放棄するのか。いや、普通に警察に届ける。急に知らない子供が家に迷い込んできたって、お前育てんのか、それを。お前のがやべえだろ。俺今保護してるんだ。ポケモン使ってイカサマしようとしたらバレてゲームコーナーから追い出された。ゲームコーナー行くか。